長井久氏は、幕末の旗本。忌味名の読みは、尚宗とも。昭和時代の作家、三島幸男の父方の高祖父にあたる。文化十三年十一月三日、三河国奥伝藩五代藩主、松平上院とその側室の間に生まれた。陽名を、岩野城、郷を、助藤といった。父の晩年に生まれた息子で、すでに家督は、 養紙の乗り線に譲っていたことから、25歳の頃に、旗本の長井久則の養紙となった。英六年、目付として幕府から登用される。安政元年には、長崎海軍伝習所の総管理として、長崎に赴き、長崎製鉄所の創設に着手するなど活躍した。安政五年に、それまでの功績を称されて呼び戻され、岩瀬忠成と共に、外国奉行に任じられた。 そしてロシア、イギリス、フランスとの交渉を務め、通称条約調印を行った。その功績で軍艦奉行に転身したが、直後の将軍後継者争いで、一橋義信を支持する一橋派に組みしたため、南紀派の大老、伊、e. 伊直助によって罷免され、失脚した。直助没後の文久2年、京都町奉行として復帰し、源氏元年には大目付となる。 文久三年の八月十八日の政変、現時元年七月十九日の金門の変では、幕府側の使者として、朝廷と交渉するなど、交渉能力で手腕を発揮した。慶応三年には、若年寄りにまで出世する、大政奉還においても、交渉能力を発揮した。とば富士見の戦い後は吉信に従って、江戸へ戻り、徳川家の寸布天保が決まった後は、 え本武明と行動を共にして、江戸地へ渡り、江戸共和国の函館武行に就任した。しかし、旧幕府軍は半年余りの戦いの末、明治2年5月に降伏した。新選組大使の田村銀之助が、大正9年に主段会で語ったところによれば、最初に降伏したのが、弁天台場の守備に当たっていた、長いらで、降伏後は、五稜郭のえ本らにもしきりに、 幸福の勧誘を行っていたという。明治5年、明治政府に出資し、開拓士模様がかり、最年将期官を経て、明治8年に、元老院検体所期間に任じられた。明治24年7月1日に死去した。去年76。日付は、明治5年までは旧歴。ありがとうございます。